日頃の感謝と思いも込めて全力で踊る、大成功させます。もうキャプティブっていうその自主公演、このイベント自体が来てくれてる人たちにいつもありがとうっていう思いと笑顔になってもらうためのこの大きいステージだと思ってやってるので、日頃の感謝という思いも込めて全力で踊るっていうのが自分たちのキャプティブする時の一番の目標。練習でひねってしまってジャンプの踏み込みでもうこうひねりました。最後なので、まあ、頑張りたいっていう気持ちでテーピングをガチガチに巻いてきました。なんか上手くなるには自分が全部やらなきゃって思ったけど、ダンスって一人じゃ出れないから、なんかやろうみたいな教えてって、まあ、ちょっとずつ言えるようになりました。ちょっと一人でギリギリまで練習して帰る。チャド力タイプだな。気がついたら今チームリーダーやってるから。不安な時とかいっぱいみんなあるけど、その時にみんなが大丈夫って思えるように影響を与える存在です。女子部員は優しくしてくれますか？いいえ。もう一回聞きます。女子部員は優しくしてくれますか？はい。この公演は自分たちがメインでラスト公演なので、悔いの残らないように楽しむし大成功させます。いけねー、いけない、見えない、見えない。プレゼントとみんなからのお手紙を1枚で。TikTok 撮影を今からみんなでしようと思います。ペンギンダンスでバズったのがオロコ高校なんですよ。そのおかげで高校生コラボとかもうやれるようになったっていうのがあるんで、その恩返しというか、じゃあ明日卒業公演なので、その前にちょっとサプライズをしに来ました。キャプティブの応援のために今日は来ました。明日頑張ってください。最高っすね。トップとオブトップ反応が。今日はこの後せっかくなんで、ユンギロさん何色の絶対ヤバいやつやこれ。うーらーかばーい、うーかばーい。踊るだこれおもろいな。